米だ米だ米だ一米だ。モデル系に行きたいなって一生思ったけど、自分に服のセンスがないことに気づき、なんでだったらアクセサリーにすごい興味があるからもともと、アクセサリーのそのショップ店員とかに行こうかなと思った、はい、あでもね、もう全然決まってないわけ。まあいっぱいありすぎてね、いっぱいありすぎて、やりたいことがいっぱいあるのよ、やりたい仕事が、だからまだはっきりとは決まってないです。いつ働くからとかも分かってないし。そうだしね。まあでもね、いろいろやってみるといいと思いますよ、視野も絶対ね広がるだろうし、芸能界以外のお仕事でもねいっぱいありますからね。やりたいですね。ね、ちょっとメグキッサーとしゃみたいけどな。メグキッサーで、ね、やってみ、いつかやってみます。次がですね、卒業する決断めっちゃ悩みましたかっていう。もうもちろん悩みましたか。悩みましたね。実際握手会でね発表したじゃないですか、一番最初が。でもどうだろう、なんだろう、悩むっていうのは、その自分のこれからどうしていくかっていうことにもちろん悩んだんだけど、それよりもなんかファンの人がどういう顔をするんだろうっていうことにね。あ、発表した後に。そう、した後にその親しいファンの方とか、今までやっぱり応援してくれてる、まだ私会ったことないのにとかっていうファンの方とか、どういう顔するのって思ったら、やめれないなって何回も思いました。あ、そうなんだ。なんかファン、自分は、これからどうしようって悩んで、やめようかなって思っても、結局そこなんですよね、引っかかるのが、ね、引っかかるのが、ファンの人 その気持ちとか、そのどういう顔するんだろうっていうのを考えちゃったらもうやめれないです。ああ、それで迷って今でもやっぱりその握手会とかでファンの方の意見とか聞くとちょっと揺らいだりもしますけど、ですね、あとはでもまあそんなに、まあ、自分のことなんで、自分のことは自分できっちり決めて、もうズバッとそこは言っちゃう。発表した後はでもどうだったんですか、ファンの人。まあ最近もね握手会とかあったりすると思うんですけど、結構前向きな人が多いですか、どっちですか。思ったよりは、もっとなんだろう、みんな泣いたりとか、するかなって思ったんだけど、思ったよりみんな前向きで、すごいそれが嬉しかった。なんか背中を押されてる感じ、もっとこう行かないでとか言われるかなと思ったけど、応援してくれてる人が多かったから、それはでもなんか楽ですね、気持ちが。逆になんかこう引き止められる人多かったらちょっとやっぱ後ろめたいの出ちゃいますけど、おめでとうとか頑張ってって言われると、あ、いいんだって思っちゃう。これで私合ってるんだって思う。じゃあそれはいいですね、良かったですね。それは嬉しかったです、ありがとうございますね。そうなんですね。なんかおひちゃんとかもね聞いたら、りとかいろんなメンバーしてたら、結構やっぱみんなファンの方は前向きなことを言ってくれるみたいで、さすがですね。ありがとうございます。じゃあ次がですね、生きてて今までずっと頑張ってきて一番辛かったことはありますかが、はい、だったんですけども。ありますね、やっぱり。何が思い浮かべます、パッと。パッと、まああの公演を作り上げるとき、まあ一番きつかったのがサード公演なんですけど、はい、もう、まあ今だから多分言えますけど、どんどんやっぱり体調崩していくメンバーが増えていくわけで、どんどんバタバタ倒れてって、もう1週間も時間がなかったわけですよ。なんかきつかったんですよね、めっちゃきつかった。うちら入る直前だったから、でも話もちょこちょい聞いたことがあります。あの今もう思い出して、もうあれは地獄絵図のようなもうずっとその光景を見てる感じなんですけど、イメージ的にはなんかもうどんどん人倒れていく、16曲やらなきゃいけないのに時間がない、1週間もなかった。やばいですね。で本番直前に振り全部変わる、一曲まるまる変わるとか、ピノキオがなんか違かったんですよね。ピノキオじゃ心配ないじゃんって言ってたからね。なんか聞きましたそれ。そう、びっくりよ。全然違うんですよね。全然違う。あとね、あの仲間の歌も全然違うの、振りが。へー、忘れちゃったけど、 それもその日に変わって、みんなで朝早く集まって。辛いですね。
そう、すごい振り入れして、うん、本番まあもう間違えますよね、うん、その当日にね、そんななってね。だからあの時は結構体力、肉体的にも身体的にもだいぶきつかったですね、うん、精神的にもですね、うん、違いますか？肉体的にも身体的だったら一緒ですね体なんでね精神的なことじゃないですか？精神的にも辛かったです。やっぱりバカだと思っちゃいますね。やんやん、ね、辛かったですね。辛かったです、うん、そう精神的にも精神的にもなるほど。じゃあ制服の目公演はね、大変だったんですね。でもその分思い出できました。なんか、うん、なんだっけ、一番最初 その研究生とか見た時の、うん、振り入れの時がすごいバタバタしてる振り入れだった。映像があもうそのダンスの振り付けの先生とかもいて、なんかすごい怒ってるのが入ってるやつかな、V があって、マジ怖いって思って見てましたもん。怖いよ怖い。でもあんな先生、うん、まあ、私たちは大体いつも振り入れとかアンナ先生だったんですけど、なんかアンナ先生はすごいやっぱ怒ると怖いわけよ、うん、でもすごいやっぱいい先生だから、なんだろう、その絆っていうか、はいはいはい、すごい深いものがあるし、できた時に褒めてもらえる嬉しさが半端じゃない。おセカンド公演の時に、うん、まあ、あの時も振り入れが結構きつくって、でまあしばらく経って公演は先生が見に来てくれた時にすごい褒めてくれて、うん、ああ手をつないで、すごい良かったよって拍手してくれて、その時はもうすごい嬉しかった。嬉しいですね。辛いのを乗り越えたらこういうこともあるんだなっていう経験もしました。なるほど。お仕事で辛いのってありました？公演じゃなくて仕事はなんか大変だったなとか。いや大変だったのはね、48メートルからバンジージャンプしたそれは、うん、あれ何の時のやつ？これネモステレビっていうので、ネモス、そうやったんだけど、うん、最初は 4.8 メートルの崖から川にジャンプするっていう、はい、あの命綱も何もなしで、うん、で次に、お、先輩はこれ食べてきた、はい、で次に、うん、48メートルからバンジージャンプする、はい、次 4800m から、そういうことか、そう48でどんどん高くなっていって 4800m からスカイダイビングっていうのがあって、スカイダイビングはすっごい綺麗なわけ、下が、はい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 、なんか景色とかもで雲の上だから非現実的なわけだから、あもう別になんかもう次元が違うみたいな、怖くなくて、うん、高さとかも全然わかんないし、離れすぎてそうね、 48m って言ったらもうすぐそこに見せて、意外と見えるってことですね。下がもう湖で、うん、落ちたらもう想像つくわけ、はい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 、もし命綱なしに落ちたらこうなるなって想像がついちゃうから、すっごい怖くって、しかも制限時間だって3分以内に飛べって、あめっちゃ早いですね、意外に。それはすっごい怖くって、うん、まあでもなんとか飛んだんだけど、それが一番でも今までできつかった。ジェットコースターとかって私全然乗れるから、うん、そういうロケは行きたいんだけど、ちょっとあのバンジージャンプがかなりきつい。もういいかなみたいな、うん、あの時多分15歳だからこそできてた。ああ今とかって言われたら多分かなりビビってると思う、うん、15歳は多分何も分かってなかったんだけど、うん、とりあえず与えられたから乗り越えようみたいな、うん、やるしかないみたいな、そうだったんですね、はい、大変でしたよ。これとかもあと行ってこいって久美さんなんかやりました？きつかったですか？行ってこいはあんまりきつい、行ってこいが多かったんですよね、メンバーの意見で言うと。そうあんまりきついロケ行ったことなくて、行ってこい自体あんまり行ったことがない。あ、そうだったんですね。だから出たかったんだよね、すごい。なんか結構みんなは辛いのなんですかって聞いたら、行ってこいが多かったです、今まで。そう、過酷なね、なんかヘビーなロケとかいろいろやってたけど、そう私やりたかったな。ヘビー大丈夫ですか？ダメだけど結構過酷なロケは辛いじゃない、スキルか、そうなんだ、ド M だから。ちょっとありがとうございます。はい、じゃあ次がですね、はい、そうあれです、5つ1は2じゃないやのクーミンが好きなんだけど、あれは素ですかっていう、この質問もめっちゃ多かったです、はい、なんかテンションが高いらしいですね、すごい高いというよりも飛んでます、
たとかめっちゃ書いてありましたよこれ、うん、この質問、多分ね某動画サイトを調べてみたら、うん、まあ、出てきますもんね、 BB もね、絶対出てくるから。しかもなんか AD 役をやってるっていうのも話も書いてありました。そうなのよ、まあ、まあ、その時はその東海ラジオさんに、うん、就職したっていう体でディレクターを AD をやらってたんだけど、あ、そういう感じなんですね、そういう設定でね。そう設定で、うんうん、だからその急出しとかもやってたし、うん、カメラも回してメンバー撮ったりもしてたり、あと、まあ、普通にそのスチールっていうか、うんうんうん、普通の写真も撮ったりしてた。あ、そうなんですね。で、まあ、テンション高いの何なんだろう、私も自分でもよくわかんない。え、でもいつも高くなっちゃうんですか。うん、スイッチが入る動画が回った瞬間に。なんで、ちょっと見てみたいな。そんな高いんですか。高い。あ、そっか、一緒にラジオに行ったことがないんだよ。ないです、ないです、ないです。いや、多分いつも一緒になる人は大体困ってるもうどうしていいか分かんないみたいな。最近誰だったんですか。最近誰だったかな、おぎそとかだったかな、おぎそって気がする。でも、いや、唯一、うん、私、そういう私を抑え込んだのが、うん、抑え込んだ松本里奈だったの。里奈ちゃん、里奈ちゃん、うん、すごいね、あの人、うん、あの今まで私がその相手のペースを飲み込んでいくっていう感じだったのに、はい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 、私が向こうにペースを飲み込んで私もどうしていいか分からなくて、どんだけ里奈ちゃん暴れたんすか。いや、暴れたっていうよりほんわかな感じ、はいはい、いつもの感じでマイペースにやってかれちゃうもんですから、うん、どうしようどうしようみたいなどうしようどうしようどうしよう、大変だった。そうなんだ、うん、いやでももうラジオでもまだあるのかな、どうなんだ、最後とか言われますか。いや、いや、まだ最後ではないおみたい、うん、じゃあまだね、まだあるとは言われた。じゃあ動画見る機会絶対あると思うので、はい、ね、次の相手が誰だか分かんないですけども、そうね、あの時は何なんだろうね、うん、テンション高い、うん、クミさんを皆さん見てみてください。お願いします。はい、じゃあ次がですね、まあ、外資ホールで、まあ、コンサートがね4月の13日14かあるんですけども、まあ、やりたい曲、演出はありますか。あります。ということで、何がありますか、ズバリ。ズバリ虫のバラード。あー、リバイバル、リバイバル、いっちゃった、これちょっとこれね、うん、まだできるか分かんないし、できたとしても、うん、ファンの人には黙っておこうって思う。あ、そうなんですかね、いいの、大丈夫、いっちゃったよ大丈夫あのね、まあ、希望ですからね。そう、まあ、希望、そうそうそう、今のところはまあ希望でしかなくて、うん、一応支配人さんにも頼んだんで、おやりたいですっていうのを、ね、そのしばらを。あ、やっても私はもうクミさんのあれは前見た時はめっちゃ鳥肌立ちました。本当に、いや嬉しい、てかみんな言ってましたよ、本当メンバー、そうやって言ってもらえるとすごい嬉しいですけど、もうやりたいんですよね。1年前でしたっけ、2年前くらい、2年ぐらい前じゃないですよね、うん、多分それぐらいですよね、結構前ですもんね。やりたいんだよね、もう1回。おやりたいし、なんか歌詞がね、自分、今の自分に合ってる気がして。ああ、じゃあまたあの時とかはそうとは違うから、全然違う、ね、気持ちの込めとか込め方とか全然違うだろうし、うん、今の自分で歌いたいです。へえー、うん、見れたらいいな。あとそれがあります。それ以外はね、うん、こうしたいなとか、うん、でもなんだろうな、こうしたいっていう、ステージとか、あー、なんかね、思いっきり派手な演出したいね、なんか今までにないような、今までにないような、なんか AKB さんとかって結構、まあ、火がフォン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 とか、ね、水がフィャーって出てとか、そういう感じの、その、まあ、いわゆる特攻、うん、特攻がねのやってたりするけど、まあ、SKE は結構なんかシンプルにこう髪吹くうん、髪吹雪多いですね、うん、それとあれじゃないですか、パーンってだけ、そうそうそう、うん、まあぐらいなんで、まあ、真似はしたくないけど、うん、なんかちょっと違う、お、今までとは違うものをやりたい、まあ、何って聞かれたらね、うん、なんだろうってなっちゃうけど、あとメンバーが考えたオリジナルグッズを、うん、その日限定で販売した。あー、コンサートグッズ、うん、